桜坂46の松田里奈が、新型コロナウイルスに感染したことが7日、グループの公式サイトにて発表された。桜坂46松田里奈、新型コロナ感染公式サイトでは、桜坂46メンバーの松田里奈が、新型コロナウイルスへの感染が確認されましたので、ご報告申し上げます、と伝え、本人から体調不良の報告があり、PCR 検査を実施しましたところ、陽性であることが確認されました。すでに症状は落ち着いている状況でございますが、3月12日、火曜日まで療養が必要となりました、と報告。これに伴い、9日開催の桜坂46アバターパーティーファイナル、10日開催のエースシングル、何歳の頃に戻りたいのか。発売記念オンラインミート&グリート個別トーク会12日開催の桜坂46フォースアリーナツアー2024新桜前線 Go on back 大阪公演の欠席を発表。なお、13日開催の桜坂46フォースアリーナツアー2024新桜前線 Go on back 大阪公演は体調回復の状況を見ながら判断させていただきます、としている。公式サイト全文桜坂46メンバーの松田里奈が、新型コロナウイルスへの感染が確認されましたので、ご報告申し上げます。本人から体調不良の報告があり、PCR 検査を実施しましたところ、陽性であることが確認されました。すでに症状は落ち着いている状況でございますが、3月12日、火曜日まで療養が必要となりました。それに伴いまして、下記のイベント公演は欠席となります。3月9日土曜日開催桜坂46アバターパーティーファイナル、3月10日日曜日エースシングル何歳の頃に戻りたいのか。発売記念オンラインミート&グリート個別トーク会。3月12日、火曜日、桜坂46フォースアリーナツアー2024新、桜前線、Go on back、大阪公演3月13日、水曜日の、桜坂46フォースアリーナツアー2024新、桜前線、Go on back、大阪公演につきましては体調回復の状況を見ながら判断させていただきます。この度は、ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配をおかけします。引き続き桜坂46メンバー並びにスタッフの感染対策を徹底し活動してまいります。